中日フィリピン大使館皇帝は、東京都千代田区にある中日フィリピン共和国大使の皇帝である。フィリピンでは、その所在地から、雑談とも呼ばれている。もともとは1935年に、安田善三郎の次男で画家であった、安田岩次郎が、安田家の邸宅として建てた洋館で、岩次郎の名である、小野洋子が幼少期に3年間住んでいたこともある。 1944年にフィリピンへ売却され、以来、同国の大使皇帝として使用されている。フィリピンの外交活動の司法と呼ばれ、2013年にはフィリピン国外における国家的歴史建造物の第1号に指定された。2017年からは、ホセラウレル御聖大使が居住している。国家的歴史建造物の名番鎌倉に住んでいた、安田和次郎は、 東京に家を建てることとし、横川建築設計事務所と竹中工務店に建築を依頼した。設計は横川時助が行い、1933年3月に着工、1935年1月に完成した。建物は主にスペイン風の作りで、これにルネッサンス風、ゴシック風、和風建築が組み合わさっていた。国産の資材が使われ、中には、 富山から運んだ瓦も用いられた。部屋のデザインは安田の息子の趣味により作られた。第二次世界大戦が始まると安田は経済的に苦しくなり、1944年3月31日、フィリピンのホセラウレル大統領に建物を100万円で売却した。その後、建物は東京のフィリピン大使皇帝及び日本における 社会文化活動のために使用された。1952年3月9日、国家歴史委員会の前身が建物の歴史と1944年のラウレル大統領による購入に光を当てるため記念の名板を設置した。2009年には皇程を取り壊し高層マンションを建設する計画が浮上したが反対運動により中止された。 フィリピン国家歴史委員会は2013年第1号決議で本、建物を国家的歴史建造物にすると宣言。2014年3月に名版がマヌエル・ロペス大使及びマリア・セレナ・ディオクの NHCP 会長、日本、フィリピンの役人の出席のもとで披露された。本建物はフィリピン国外で最初に指定された国家的歴史、建造物である。披露に際し、 ロペス大使は本、建物をフィリピンの外交活動における司法と呼んだ、暴露ーー付きの2階建てである。黒いカビなグリルゲートとカスティーリャ風のロタンだが、自慢であり、屋根もカスティーリャ風建築を思わせる。玄関ロビーには、フィリピンの英雄であるホセリサール・トラウレル大統領の、胸像が置かれている。1階には、客をもてなす、青の間、2つの食堂。 音楽室がある。二階は大使とその家族の居住空間であり、5室は客室として使われることもあった。建物に隣接する庭園では、1994年に、まさひと新郎日花子が桜を植樹した。2015年、フィリピンの歴史家、アンベス・オカンポが、大使館皇帝の歴史に関する書籍、ヒストリーヘリテッジ・オブ・ザ・クダン。 ザ・オフィシャル・レジデンス・オブ・ザ・フィリピン・アンバサダー2・2ジャパンを出版した。この本は、日本とフィリピンの国交樹立60周年を記念して、出版された。ありがとうございます。